宝教院は、京都府京都市右京区佐賀野にある臨済州の丹立寺院。三号は、善乳山。本尊は、木造十一面千樹関世恩母殺立像。室町幕府二大将軍、足利義明と南朝の筆頭武将、楠木正幸の菩提寺という寺伝がある。平安時代に、白川天皇の直願寺として建立され、当初の寺名は、善乳寺と称した。 南北朝時代に、武双祖籍の皇帝へ、木安州悟が、中高解散し、木安に帰えした足利幕府二大将軍、足利義明によって見、林寺と寺名を改められるが、ほどなく、前入寺に戻された。室町時代、江戸時代は、臨済州天竜寺派の山貝達中であった。辞伝によれば、南朝を代表する武将の、湘南高、 楠木正幸もまた木庵に帰依しており、彼が、昌平三年、上和四年に、河地国北条で行われた、四条縄手の戦いにおいて、足利法の孔諸名を、死体兄弟と戦って敗北した後は、木庵によってその死宮を寺の敷地内に手厚く、葬られた。その、正幸の敵である、足利義明は、正行の埋葬を知ると、自分の成長後、 かねて折警簿していた、関原市寺のくすの木正幸の墓の傍らで眠らせて、もらいたいという遺言を残したと言われ、常時5年、彼の死後ほどなく、正幸の墓の隣の墓に葬られた。その後、八大将軍、足利義政の代にその寺名は、義明の隠語である法教院に改められたという。藤田誠一は、以上の説話は、 歴史的事実とは考えられないと指摘している。ただし、吉明が、海産の木案を推計していたこと、足利将軍家が、楠木のを高く評価していたことは事実で、何もないところから生じた伝説ではない。議論の詳細は、足利吉明、楠木正行との関係を参照。京都州京佐が釈迦堂門前南中院町9の1、ありがとうございます。